じゃあそれでは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。え、今日はですね、はい、新車購入の紹介になります。はい、はい、先日、うん、お久しぶりの動画でですね、はい、ハイエースを売りまして、うん、まあ、車を買いましたという報告をさせていただいたんですけども、うん、はい、あれから、2ヶ月ぐらい経ったっけ。いや全然経ってないね。経ってないね、うん、全然経ってない、うん、新車予約をして2ヶ月後の納車でですね、うん、はい、やっと納車されました。はい、で、先日先行でちょっと遠出をして、うん、まあ、走り心地とか、はい、ね、車中泊も実はもうしてて、はい、すでにね、すでに、はい、後日またアップするんですけど、はい、まあ、そこら辺もですね、うん、まあ、泳い動画には上げて、うん、まあ、その使用感も含めて今日ちょっと紹介できたらなと思います、はい、ね、うん、はい、まあ、早速では紹介しましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ私たちが今回購入した車はこちらです。はい、今回購入したダイハツアトレになります。はい、ね、まあ、アトレってハイゼットのなんか枠の中の一番、うん、最上位種になってて、うん、はい、でその中の、RSってやつだったかな、うん、まあ、ちょっとよく分かってないんですけど、うん、で仕様がターボ の 4WD になります。はい、で、まあ、今回このアトレイですね、うん、選んだのは、まあ、ハイエースからちょっとこうコンパクト化させるためなんですけど、うんうん、はい、軽自動車になって、まあ、コンパクト化されて、うん、であとは高速で道旅とか使えるし、うん、乗用使いなので、うん、まあ、買い物とかどこでも駐車できるねっていうので、うん、このちっちゃいのにしました。はい、これでめちゃくちゃ良かったのは、うん、まあ、所有者になってて、うん、で税金が安いんだったっけ、なんかだったよね、うん、ちょっと忘れたんだけど、うん、だけど車検は新車では2年だよね。そうそうそう、うん、前から見ても分かるように結構真四角で、うん、車中泊仕様にしやすいかなっていうのはありますね。はい、B 子さんが納車されてから、うん、まあ、しばらく乗ってるんですけど、うん、変速がどこで変速してるのか分からない、うん、滑らかであるということを述べてらっしゃって、はい、そうです。特に、ね、早速も高速かなり乗ってきたんですけど、うん、そうそう、もうね、加速するときにうーんっていうのもないし、そう、滑らかな加速ですごい感動しました、うんうん、だからターボで結構踏めば走るし、うん、で CVT なんで、うんうん、変速が滑らかだから、はい、だかなって滑らかだから乗りやすいんですよ。じゃあ僕たちの動画をよく見てる方は、うん、俺みたいな思ってるかもしれないけど、うん、はい、このマイクですね、うん、導入しました。はい、今回です ね、ちょっと鮮明に声が聞こえてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、これすごいんですよ。はい、まずね、ちょっと何がすごいのかから言おうかな。はい、とりあえずネット界隈にぎわってます、はい、すごいマイクが出たぞと、うん、にぎわってます、はい、で常にすごい音声いいと思うんですけど、うん、ね、今ノイズキャンセリング中だね。はい、ノイズキャンセリング切ってみようか、うん、ちょっと切ってみて、切りますね。はい、今切ってる状態です。はい、で切ったらここにランプがあって、はい、ちょっとこっちで見せようか。はい、うん、今ノイズキャンセルオフ、はい、ブルーの色ですね。ブルーだよね、はい、ノイズキャンセルオフになってて、でオンにしてみて。オンにしました。はい、オンにしたら緑色になります。はい、これね、ほんとすごいカットするよね、うん、この後この車が納車されたことで、安全祈願に今から行ってくるので、うん、はい、その車の中で車で走りながら撮影して、そうそうそう、うん、その走行音がどうなのかっていう、そうそう、で実は僕たち車で走りながら撮影したかったけど、うん、あまりにもノイズがひどすぎて、うん、何度か挑戦したけど、はい、編集で調整できないぐらいノイズが入ってて、うん、そうなんです、使えんかったんですよね、はい、今まで、うん、でまあそのね、このマイク、まあ、めちゃくちゃ音質いいんですけど、はい、僕たちもどうにかしないとねって言いながらいろいろ調べてて、うん、このホリーランドさんのラグマックスっていうのが今やばいという、うん、本当 YouTube ですごいにぎわってて、うん、2、3ヶ月前に出たのかな、
でどれを見てもみんなベタ褒めなんですよ、うん、で音はめちゃくちゃ実際聞いても綺麗 で、うん、で車の中で撮影してる方もいらっしゃって、うん、それも本当にすごくあのノイズキャンセルもめちゃくちゃ綺麗にカットされてるから、うん、いやこれ本当にやばいんじゃねってなって、うん、あの初めてですねワイヤレスマイクで欲しいと思ったマイク、はい、僕が、うん、ホリーランドさんに直接連絡をして、うんまあ、一緒にお仕事をさせていただくことはできないでしょうかということでですね、はいはい、あとこちら側から相談して、はいまあ、快くでいいですよということで、はい、今回特別にですね、はい、そのような形であの実現できました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でねこれねまだすごいなって、うん、あの200数十メートル離れても声入るんだけど、うん、実は先日その遠出した時に、うん、僕がお店の外であの撮影してて、うん、でビーコさん会計してたのねその時ね、うんうん、店の中でね、うん、声入ってたからね綺麗に ね、うん、やばいと思ったもんね、うん、でちなみにちょっと後ろ行ってみようかこのまま、はいはいはい、で現在カメラから僕らまでの距離は、うん約2メーターぐらいあって、うん、2メーターないよ2メーターないよ1メーターぐらいじゃない。あ、2メーターえ2メーターあるでしょ2メーターあるどうでもよくない、ね、はいごめんなさい、ね、突っ込むとこじゃないんだ、はい、出たよねはいそうです今のカメラからビーコさんまでの距離は、はいまあ、約2メーターあるかないかぐらいの距離にいます、うん、はいで僕ちょっと離れていきますね、はい、でこのメーターあちょっとビーコさん、まあ、このメーター見てて動いてるかどうかね、はい、いい？いいよ下がりますよはいいってらっしゃい何か言えばいいかなうん何か喋ろうただね私とカズさんの声が聞こえなくなるっていうのはあるんだけどね、今日はここのねあのキャンプ場に撮影に来たんですけど月曜日が休みということで閉まってました、はい、で、また私も聞こえます急遽ここで撮影してるんですけどどうですかね、はい、声入ってますか今もカズさんの声は聞こえないですね声入ってます僕の声聞こえてますいや全然聞こえてる聞こえてますか聞こえますかおーい、はい、今聞こえる今聞こえました今これで何メーターぐらいけこれで何メーターだろう今30メーターうん30メーターぐらいかなもう聞こえない私だって普通の声で喋ってるからまだ風の声は聞こえてるまだバックしてなんか魚みたいにパクパクしてるまだバックしてまだバックまだバックして今どうですかもうどんどん離れていってジェスチャーじゃないとちょっともうわからない今で 50m あるかな50m あるもうお互いが多分それぞれ喋ってるので何言ってるかわかんないと思うどうですかねだいぶ離れてますけどこれで声が入っていればちょっとすごいですね。カメラの音声はしっかり入ってますね。そろそろ戻ろうかな。周りの目が気になるんで。どんどん近づいていきます。走れ。走って。いいですか。走る。はいはいはい。周りの人がめっちゃ見るからちょっと恥ずかしかった。はい。今ね。私たちもちょっと再生してみたんですけど、はい、はい、綺麗に入ってましたね綺麗に入ってた、はい、すごいね100メートルぐらいのこれだからさ、うん、200数十メートル入っても全然ね、うん、音が入るってすごくいいよねはい、うん、使い方の幅が広がるそう広がる本当に広がるもう GoPro でしか音取ってなかったからさ、うん、まあいいよね、うん、GoPro っても近づかないとさ声入んないじゃん、うん、そうちょっと離れるかあっち向いたのも全然声入んないそう特にねそうよそを向いたら本当に聞こえなくて、うんうんそれで聞こえないよとか、うん、もうその一言一言がねイラッとしたりするからねすごい怒るからねイラッとすんだよ、うん、イラッとするよね、うん、イラッとするはい、これはですねそのワイヤレスマイクの入れ物になりますこれめっちゃ良くて充電器にもなるんですよねここに入れると充電されます、うん、多分今俺の声入ってないかもああああそうねで繋がった2になったうんなったでこちらがこの箱を入れるものになって、うんこれ用の備品がここに入るようになってます、うんはい、これめちゃくちゃ便利だよね、うん、大変お気に入りです、はい、であと細かい内容はですね、まあ、今回の動画ではお話ししませんので、うん、他にね先に出されている方々がめちゃめちゃ詳しく説明してますので、うんまあ、気になった方はそちらをチェックしてみてください、はい、これカメラがついてて、うん、ここに、うん、だからこの白線とかに寄ったらピピピピってアラーム鳴ったりするんですよ、ねうんうんうん、
だからそういうのとかあるし、うん、あとあのライトがオートで、うん、ハイビームとかめっちゃ切り替えてくれて、うん、すごいライトがぐねんぐねん動くよね。そうでもねやっぱ最初納車された時あのもう納車されたのが夕方でそれから家に帰るところだったんですけど、うんまあ、もう周りも暗くなってて、うん、そのハイビームの表示が出るんだけど、うん、なんかその車が対向車が来てる時もハイビームになってたりとかするから、うん、えこれって眩しくないのかなと思ってて対向車の人からパッシングされるかなと思いきや、うんまあ、一応パッシングはされないままだったのだから、うん、ある程度こう角度調整がされててのハイビームだったのかなと思って、うん、よくわかんないんですよねだから、ね、まあそこら辺もあの慣れてないよね、うん、でもすごくいい機能らしい、うん、ね, ね、うん、まだ慣れないそうそうそうでもであとは、オプションとして、うん、これあの鍵になるんですけど、はい、閉めるとミラーが格納されます。はいね、ほら、はい、まあ、今開いたね、うんうん、通常あの標準仕様、うんうんうん、標準の仕様なんですけど、うん、これではオプションです。ああそうなんだね、うん、これオプション。あでこれはつけました、うん、あそうなんだ、うん、分かりにくいじゃん。分かりにくい、ね、これあった方がいいね、うん、あとはじゃあパーッと横を見て、うんはい、外観的なオプションって言ったらあこれなんかもなんかオプションだったね。あだったね、なんかとセットだったね、うん、これとなんかマットとか、はい、でしたセットとあとこれ の, あの指を引っ掛けるこれも多分オプションだったかなんかセットに入ってたよね。それは分かんない。これもだったはず。ここら辺ほら指引っ掛け防止のさあそうなんだ、うん、シールみたいなやつ。あここね結構傷つくよね。ねで後ろもパーッと見てまあちょっと汚いですけど昨日ちょっと雨が続いて、はい、うん、このライトがオプションになって、うん、夜積み込むときにここが下が明るいっていう。はい、よかったよねこれね。これうん、はい、なんかねどうかな、こんなライトがちっちゃいから、うん、どうかなと思ったんですけど、うん、意外に使いやすいっていうか、うん、使いやすい。でなんか今これよく見るとこのちっちゃい穴に左右にライトが1個ずつついててちっちゃいのが、うん、なんかお互い斜めにこう照射してるような感じ。あ本当だね、ちょっとカメラではわからないけど、うん、でまあ早速ここがねメインの荷室と呼ばれる場所なんですけど、うん、まあ結構広いです、はい、でここにもあのオプションで棚があったんだけど、うんまあ、ここコンパネとかで作れるかなと思って、うん、で何もつけませんでした、はい、一応課題としてこの間そのね遠出した時に車の中で出てみたんだけど、うん、やっぱりねここねハイエースみたいにでかい棚が欲しいよねってなって、うん、であとは人が寝れるかどうかなんですけど、うん、長さ的に、うん、B 子さんは助手席の方に寝て、うん、頭が座席の背面についてる状態、うん、足もついてる状態、うん、ついてる状態、うん、だからいっぱいいっぱいです、うん、で170センチの僕が、うん、あのここ、こっち側に寝たんですけど、うん、椅子を前の方に寄せて、うん、座席を起こして、うん、下がどっかこんぐらい、うん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 、ちょっとまあ10センチ開くか開かないかぐらい、うん、っていうぐらいだからもうちょうどですね、うんうん、だから身長180センチとかだとちょっとまあ、真っすぐ寝るにはきつい、うん、だから一人で寝るんだったら体ちょっと斜めにすれば全然広いと思います、うんね、なんで助手席を前にやらなかったかっていうと助手席側に全部荷物を入れたもんだから前にやれる状況じゃなくてっていうところで、うん、そう荷物を置く場所がなくて結構な量で、うん、でその時もあのいつも使ってるベアーズロックさんの寝袋ね、うんうんうん、いつも使ってるやつで寝て、まあ、それも綺麗に収まって、うん、本当快適に寝れたね、うん、あのそう本当に快適に寝れた、うん、初めてで寝れるかなと思って、うんまあ、ただあのシェードとかまだないから、うん、どうかなっていうのはあったんだけど、うん、人の目気にせず、うん、普通に寝れました。寝れました本当に、うん、開閉も両サイドスライドで、うん、なんかいろいろ機能ついてて、うん、ここボタンでできます、はい、止めてね、うん、でまた開けたりとか、うんうん、でまあもちろんこれでもほらできるし、うん、こんな感じで、うんだからここはなんかあのちょっと前のスライドとは違うかな、うん、そうだね、ボタンないしね、うん、で後ろは狭いです、うん、かなり狭い、うん、これはもうしょうがないね、はい、分かってたかな、分かってたことなんだけどすっごく狭い、うん、で俺ちょっと乗ってみようか、はい、170センチの僕が乗ると、うんまあ、こんな感じで、うんまあ、もちろんリクライニングしてないし、うん、スライドもしません、はい、で、まあ、後ろはヘッドレストが結構高さがあるから、うん、まあこんな感じで、うん、
普通には乗れる、はい、まあ、ただおまけ程度な感じ、うんうん、かさ使い勝手としてはさセカンドカーにちょうどいいんだよね。セカンドカープラス遊び車、うんうん、まあ、奥さんはよく大きい車に乗って買い物とか子供迎えに行ったりとかするけど、うん、旦那さんが乗り回す仕事用車、うん、アンド遊び車、魚釣りキャンプとか、うん、そんな感じのにはすごくいい、いいですね、うん、はい。でこれが前の席になるんですけど、助手席側ね、はい、に座ってます。まあ、前の方もちろん狭くて、ちょっとここもほら閉めると窮屈な感じがします、うん、でここの椅子も今これマックス下げてるんですけど、はい、こんな感じ、うん、なんかもうこれも分かってたんで、うん、別に特に思うこともありません、はい、ただただねこの椅子が長距離移動になると、うん、ちょっときつい、うん、そう、ね、うん、ここだから座席のここにさ何ていうのかな、なんかこうかけるのとかあるよ、うん、ああいうのちょっと探そうかなと思ったりして、はい、結構腰にきますね、腰にくるね、うん、そこぐらいかな、うん、不満なのはね、うん、走り心地とかもそういうのは全然何のストレスもないんだけど、そうそうそう、うん、長距離運転するってなると、うん、まあ、自分の負担を考えたらこの椅子をどうにかちょっとした方がいいかもしれないかな、うん、ね、うん、あとあれこのハンドルの高さ調整もできません、うん、はい、これももう分かってたん で、うん、でね、まあしょうがないよねって諦めてるんですけど、はい、まあ、だから自分たちの使い勝手とその機能面、うん、あってほしいもの、うん、だけどないものっていうのも結構あるから、うん、まあそこら辺を足し算引き算して、うん、まあどっちが勝つかですね、うん、収納はね割と多いんですよ、はい、ジュースホルダーがもうこことここもあるし、うん、そっち側も同じとこあるし、はい、でここも、まあ、小物がちょこっとしたのは入るし、うん、ここにもちっちゃいのあるし、うん、ここにも一応トレイがあるんですけど、はい、ここは以前 YouTube でいろいろ見ている時に、うん、すっごい熱持つから、うん、あんまりその置かない方がいいよっていうのがあって、うん、いろいろこうチェックしたんですけど、うん、めちゃくちゃ熱いです熱いだから今走ってきたけど結構熱いもんね、すで、うん、に、うん、そう、だからここに置くのはちょっと考えた方がいい、そうだね、うん、でここの上は収納があって、うん、こんな感じでちょっとまあここ穴開いてて、はい、下から確認することができるんですけど、うん、これ地味に使い勝手いい、これはいいよ、うん、ティッシュとか置けるし、うん、財布とかまあ置けるんですけど、うん、こういう使用は初めてだけどもうすでにねいいよね、うん、感動してるよね、はい、であとミラーはこれも、オプションでデジタルインナーミラーにしてます、うん、はい、こうやって切り替えると後ろのがデジタルで見えるっていう感じで、うん、なんでこれにしたかっていうとキャンプの時に後ろに多分荷物乗せたら多分いっぱいいっぱいになると思うんですよね、うん、上まで、うん、でこれから後ろ見えないからデジタルにするけって言って、うん、デジタルにしてみました、はい、一回ちょっとじゃあ乗ってみる、気をつけて右のボタンで、あ、そっか、あれだからね、つけました、はい、立ち上がりました、はい、行って言いました、うん、ETC カードが挿入されました、ここは真ん中の画面はここね、最初ちょっと分かんなかったんですけど、うん、ここでほらいろいろ切り替えることができます、はい、はい、ね、うん、で平均燃費とかも見れるし、うん、平均速度、走行時間、うん、とかアイドリングストップ、うん、とかあと時計、うん、外気温、はい、もろもろ見れます、はい、で右のこっちのトリップっていうところで、うん、走行距離とかを変更することができます、はい、で右のこっちがねここねクルコンですね、うん、前の車に追従したりとかっていうのができるから、うん、まあ、一回試したけど、うん、まあ、結構良かったかな、うん、だけど基本的にはこう自分で運転したい派だから、うん、あまり使わなかったですけど、ね、ですね、うん、試しで1回使ったぐらいだったね、そう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 、うん、これこいつですね、うん、オーディオディスプレイなんですけど、うちはナビじゃなくてこいつにしました、はい、でこれは何がいいかっていうとスマホとつなげて、うん、スマホの画面をここ大画面で見たりとか、うん、音楽を聴いたりとか、はい、ですることができます、うん、でナビはスマホの中のアプリを使ってナビをここに移すみたいな、うん、で接続方法がなんかちょっと
まだ慣れてなくて、うん、今 HDMI の端子がここについてるんですよ。でここが、オーディオディスプレイの HDMI と USB 端子の差し込み口になってます、はい、でこれを iPhone につなぐとこんな感じね、うん、こいつを買ってこれにつなぐことになるんですけど、うん、これをすることによってネットフリックスとか、うん、映像が YouTube とかね、はい、こっちで見ることができます、はい、こんな感じで、うん、ナビだけ使うんだったらさこの、ライトニングだけつなげば使えたよね。うん、そうこれを見れずにね、うん、なんかこのミラーリングするんだったらこの HDMI をつなぐ場合はこいつがいるんですよ、うん、この白いこれが、うん、ナビだけ使うんだったらライトニングだけでいいです、うん、なんか充電ケーブルだけ挿せば、うん、ナビと音楽は使える、うん、電話もいけるかもね。あ、電話もいけるよ、ね、電話は Bluetooth をつなぐんでしょ。あ、そうか、うん、Bluetooth だけでもいけるし、そう、うん、Bluetooth 接続もできるから、うん、だから、まあ、うちはミラーリングをするから、うん、毎回これみたいな感じですね、うんうんうん、まあ、そんな感じかな、はい、ざっくりですね。はい、はい、まあ一通り紹介したんですけど、うん、まだいろいろやらないといけないことがまたたくさん出ました。はい、でね、ハイエースの時にレノジーさんのサブバッテリーシステムを作ったんですけど、うん、それは家の方に保管してあります、はい、まあ、ソーラーパネルだけは取れなかったから、うん、まあ、そのまま旅立って行ってしまったんですけど、うん、バッテリーはねもう一回再構築して、はい、今度は据え付けタイプ、うん、前はユニットタイプで作って動かせるようにしたんだけど、うん、この据え付けようかなと思って、はい、しっかりね、うん、でその前に車高ね、うん、スモークとかをどうにかするか、まあ、カーテンをつけるかちょっと悩んでるっていうのと、うん、あとライトをつけて、うん、でライトなんかをつけ終わったらちゃんと作って車中泊仕様に、はい、ね、ハイエースみたいにさ、うん、しようかなって思ってます。はい、ただそのハイエースみたいに車が大きくないし、うん、居住空間も少ないので、そうそこをかなり考えて作ろうっていうのは、うん、もう今話してて、うん、いろんな案を今出してる状態です、うん、であまりにも重さが今度かかってくると、うん、燃費にかかってくるので、うん、まあ、燃費も私の中ではこれに決めたその条件だったので、うんうん、あまり燃費も落としたくないっていうところで今かなり、いろんなものを見たりとかいろんな方のを見たりして、うん、どうしようかなっていう今、そうそうそう、はい、アトレイ用にですね2点購入しましたのでちょっと紹介します。まずこいつですね。カッて入ってるか分かんないけど、どうのか分かんないけどまあよくなんか見るやつ、うん、中の工事現場とかで見るやつ、うん、をコストコで購入しました。はい、でなんか防水とか、うん、あと生地的にも結構強そうで、うん、いろいろ使えるかなと思って、うん、聞いてみましょうか。はい、わかんじゃね、うん、あ、いいじゃん。ね、うん、あの生地的にはすっごい強くて、うん、ここにほらロゴが入ってて、うん、まあ、表裏どっちでもいけるかなっていう感じですね、うんうん、で色的にもねキャンプブームにのっとったようなカラーで、はい、ほら防水あるし、うん、だからここにも引けるし、うん、このまま地面にも引けるような素材です、うん、はい、でここにこうやって穴が開いてて、うん、マチがあるっていうかさ、うん、だからロープでも引っ張ったりとかですね、うん、できるね。はい、でお次はこのワイルドバンで買ったものになるんですけど、うん、ハンキングメッシュラックっていうものになります。はい、トレイの中で常設していろいろ小物をね収納できるんじゃないかなと思って、やはりこんな感じです、うん、あ、ちっちゃくなるんだ、ここ、あ、こんな感じで、ね、コンパクトになるんだ ね、ちょっとこれすでにおしゃれだね、はい、あ、それでこうやって広げて展開すると、うん、おーおーおー、いいね、はい、まあ、要はあれですね、乾燥させたりするものかな、うん、ものを、うんうんうん、食器とかね、食器とか、うん、でこういう風に開けられて、うん、1,2,3 段あって、うん、で一番上はほらここにも小物入れがあります、うん、はい、あ、本当だ、ね、上にね、ここ、はい、ここにも小物入れあって、うん、でここに物を乗せることができて、うん、で これね結構ポイント高いんですけど、うん、ここほら落ちないように結構肩になんか棒みたいのが入ってるんですよ、うん、なんかたわまない、うん、重たいの乗せてもさ、はい、でここにスマホとか置いてもいいかなと思ったり、うん、で閉めてここほらこういう風にチャックできるし、うん、
でここにもいろいろかけれるし、うん、ここにも下にもフックがありますよ、うん、ね、はい、とりあえず購入品の紹介でした。それではですね、今からあの車の安全祈願をしにですね、あの霧島神宮の方に行こうと思います。でマイクがあのノイズキャンセリングオンの状態ですね、うん、で今あの車のね走行音とかテストをしてるんですけど、どうでしょうか、どうでしょうか。およそ 300m。 GoPro がね勝手につくっていう事故が最近多発して、うん、しかもなんかあのピーピーピーとかって言えばいいんだけど、じわーってなんかつくのよね、勝手にね。そうでそれを見つけたらあの GoPro 電源オフって言ったら、うん、勝手に切れるからいいんだけどさ、うん、でもいつの間にかついてるもんね。そうそうそう、なんかね気づかれないようについてるよね、うん、何に反応してんのかな、うん、だからもうそろそろ買い替えろってことなんじゃない。いや困ります、それはそれは困ります。またノイズキャンセルオフにしてみようか。はいはい、オフにしました。でねこれマイクのお話なんですけど、あのマイク送信機側の、設定で原因を2下げてます、うん、なんか音圧的なのをちょっと下げてて、うん、それプラス、この送信機側にダイヤルがあるんですけど、うん、それであの、ね、マイナス6ぐらいに下げてます、はい、だからまあどういうことかっていうと、すごい音を拾ってくれるもんだから、うん、声があの大きな声で入りすぎるっていうかさ、うんうん、ちょっとこうちっちゃくしてます、うん、今までね、全然声が入らなくてさ、うん、周りの音をかき消して声を大きくしてたっていうのを考えるとものすごい贅沢な悩みなんだよね、うん、そうなの今ね、うん、だって今私本当に声全然張ってないから、うん、普通に喋ってる、トーンで喋ってるから、うん、でも結構多分鮮明に聞こえてるとは思う。入るよね、うん、で先日さちょっと福岡に行ったじゃん、うん、遠出した時の設定は、うん、下げてないから、うんうんうん、若干ちょっと声デカめなのよ、うん、でちょっと割れてるところもあったりするかもね。よっしゃ行きましょう。ちょっとそれではコンビニで買い物をしてきます。それがおにぎり1個とフレードチキン買っていい、うん、いいのやめてくれる。本当にいいのってやめていいのってやめて。つい今さっきダメって言ってめっちゃキレてるね。あったなぁ。あ、おにぎりおにぎり。ひどいよ。フライドチキン、あ、7チキン。あ、おにぎりは。おにぎりもできます。少々失礼いたします。7チキンを1つと、アメリカンドッグを1つ。はい、いらないです。あ、あと、ホットコーヒーを。最近は、すごいワンピースが進んでますね。はい。お支払い方法をお選びください。現金を入れ終わりました。なんかちょっと見てないな。確認の上、OK ボタンを押してください。はい、ありがとうございます。さあ、ゴープロの電池が切れるのが先か、これらが買えるのが先か。ゴープロの電池も切れてるかな。切れてないでしょ。だって 10% あったじゃん。10% あると思う。あのゴープロ嘘つくからね。でも私はどっちを信じるって言ったら GoPro の方を信じる。俺より、うん、最高。腹ごしらえをして安全祈願に向かいます。あ、目が降り出してきたね。うん、電気が持てばいいんだけど、うんうん、さあ GoPro の電池が切れてるかどうか見物でございます。どうでしょうか。どこがいいんだろう。外でも張りたくないもんね。うん、本当は外がいいんだろうけどね。みんなガラスに貼ってんだろうけどね。うん、そこここに貼らせてくれる。
よろしくお願いします。運転運転でご安全にお願いします。はい、じゃあそれでは今回は新車購入の動画でした。はい、はい、次回はその遠出をした時の動画になるんだけど、うん、あのこのマイクも使っているので、はい、まあ、そこら辺の、ね、うん、あのマイクの音声の入り方なんかも一緒に見てもらえればと思います、はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。Sunshine and mischief, yeah, we had one of those things. We just had one of those.